フェンタニルとは、主に麻酔や鎮痛、頭痛緩和の目的で利用される合成オピオイドで、ある。1996年の風法式癌頭痛治療法の3段階中の3段階目で、用いられる強オピオイドである。麻薬及び、抗精新薬取締法における麻薬に、指定されている。フェンタニルの効果は、同様量で、ラットによる、動物実験では、 モルヒネの約292倍の鎮痛効果があり、極めて強力な鎮痛、鎮外作用を有する。モルヒネをはじめとする、その他のオピオイド性鎮痛薬と同様、循環器系にあまり影響はないが、呼吸抑制は強く、臨床使用量でも注意深い観察や、呼吸補助を必要とする。大量投与でない限り、意識レベルには影響しない。使用後に吐き気を訴えることがある。 排泄半減期は3.6時間と長いが、急速に死亡組織などへ移行するため、血小中からは投与後60分以内に98%が消失する。デュロテップフェンタニルの注射剤は、麻酔、鎮痛に使われる。鎮痛効果の強さと血小半減期の短さから、刻一刻と変化する侵襲に対応しやすく、手術中の鎮痛薬に適している。 特に全身麻酔の場合人工呼吸器を使用するため副作用の呼吸抑制も無視できる。パッチ剤は眼性疼痛の緩和に使われる。特に蛍光オピオイドが使えない患者に有用である。パッチ剤は商品名デューロテップ MT パッチ、フェントステープがある。蛍光投与も可能であり、舌下状が市販されている。乱用薬物としても流通していて、その効果から合成ヘロイン。 ヘロインのデザイナードラッグとも評される。同僚でヘロインより50倍の効果があることから流通しているヘロインに混ぜ物として混入しているとも言われる。アメリカ合衆国での処方薬に橋を発して死亡者が増加しているオピオイド危機器はそのほとんどがフェンタニルまたはフェンタニル誘導体の合成オピオイドである。2016年4月21日の早朝に アメリカのミュージシャンであるプリンスがアメリカ合衆国ミネソタ州にあるペイズリーパークスタジオで亡くなった。このことについて同年6月2日にミネソタ州の検視当局により死因はフェンタニルの過剰投与による中毒死であるという報告書が公表された。2019年7月1日にロサンゼルス・エンゼルスの当主であるタイラースキャックスが 遠征先のテキサス州ガラス近郊のホテルで亡くなった。死因は自身のオートブを詰まらせた窒息死で検死で体内からアルコールの他にフェンタニル、オキシコドン、エタノールが検出された。フェンタニルを含む薬剤をその実態を知りながら意図的に投与したとしてエンゼルスの球団職員がテキサス州連邦当局によって起訴された。年月日 ドナルド・トランプ大統領は、米中貿易戦争が激化する中で、乱用が問題となっているフェンタニルが中国から流入することがないようフェデックスや、ユナイテッド・パーセル・サービス、アマゾン、アメリカ優勢公社に対し配達を拒否するよう指示した。2017年10月には、アメリカのインスセラピューティクス社の最高経営責任者が過剰処方を促したことで、逮捕され、医師や、 薬剤師にリベートや賄賂を渡し、軽い痛みにも処方されるよう虚偽の説明なども用い、連邦捜査局は、がんでもない患者に売りつけるのは薬の密売人と変わりないと非難した。2019年5月2日、ボストンの連邦陪審は、創業者らに有罪の氷決を下した。創業者らは控訴する見込み、フェンタニル400グラム含有のロリポップ、放送と、 中身2002年10月に発生したモスクワ劇場選挙事件で鎮圧のためロシア政府特殊部隊が使用したコリコル -1 はフェンタニルの誘導体を用いた化学兵器である。2011年よりアメリカ海兵隊はモルヒネと併用してフェンタニルのロリポップを鎮痛剤として使用し始めた。フェンタニルは長年 出中の最も強力な鎮痛薬として使用されてきたが、レミフェンタニルの登場後はその座を脅かされつつある。フェンタニルのみで強い手術侵襲による交換神経系反応や耐性神経反応を抑制しようとすれば、かなり高濃度を維持する必要がある。しかし、長時間の手術でこのような高い濃度を維持するように、間欠的あるいは持続的に投与すると、 フェンタニルは投与終了後の濃度低下が緩やかであるため副作用である呼吸抑制が遷延して手術終了時の自発呼吸再開が遅れる欠点がある一方でデミフェンタニルは血中や組織で容易に分解される化学構造を有するので手術時間にかかわらず投与中止後3から5分の間に血中濃度が半減する従ってデミフェンタニルを投与したために 術後自発呼吸の回復が遅れる可能性は低いと言える。一方で、フェンタニルは手術中に投与しておけば術後数時間にわたって鎮痛効果が残るという利点がある。また、デミフェンタニルはインフュージョンポンプを用いなければ手術室外での鎮痛に使うことができず、患者調節鎮痛法にも向かないため、術後鎮痛、集中治療領域や考え医療領域においては、 現在もフェンタニルが品用されている。医療用医薬品、フェンタニル。www.kegg.jp。2020年7月23日閲覧。アクセルブーが、アングル、米国の、オピオイド危機、欧州にも、波及の恐れ。ロイター。https、jp、ロイター .com、アーティクル、ドラッグスオピーズイジプ分に1 c w a st2017 年12月5日閲覧。プリンスさん、鎮痛剤の過剰投与で、中毒試験士官が公表。朝日新聞。h t t p w w a s a i c o m articles、asj63216bj63b007html2016 年6月3日閲覧。トランプ氏が、対中関税引き上げ。 幸福に対抗米企業に中国撤退も。ロイター。2019年8月24日閲覧。メリナ・デル・キック、川原理科、和家。米製薬大手、中毒性のオピオイド、密売で CEO ら逮捕。ニュースウィーク日本版。 http www.newsweekjapan.jp スラッシュストーリーズスラッシュワールドスラッシュ2017スラッシュ 1A スラッシュ c e o 1 3 p h p 二零一七年十二月五日閲覧米売信製薬会社創業者に有罪表決オピオイド薬の乱用招いたロイター 2019年5月3日閲覧。ロシアネームズ、モスクワシージガス米海兵隊、戦場での痛み止めに、鎮痛トローチを導入2011年11月4日閲覧。ありがとうございます。